アイテム番号 SCP-285JT オブジェクトクラス、ユークリッド、特別収容プロトコル SCP-285JT。 A と SCP-285JT、 B は生物サイト Q 内で管理されます。また SCP-285JT、 A、B の戦闘および変異を防止するため、それぞれは隣接した専用の檻に収容されます。実験を行う場合はレベル3職員の許可が必要です。実験を行う際は SCP-285JT、A、B 双方を同伴させ行ってください。収容区画内は24時間体制で監視され、対象一体につき2名のセキュリティ担当者が割り当てられます。対象は非異常性を有する同種と同様の手順に従って飼育されます。餌は専用の射出口を使用し与えてください。説明。SCP-285JT は SCP-285JT、A と SCP-285JT、B の2体の生物によって構成されています。SCP-285JT、A は U のバーバリーライオンと同様の見た目を有した生物です。対象は1日の約6時間以上を睡眠に費やしており、確認されている挙動や食性も通常のバーバリーライオンと変わりありません。SCP-285JT、A は通常の状態では攻撃性を示しませんが、SCP-285JT、B と対峙した場合に限り凶暴化します。SCP-285JT、A は未知の現象により SCP-285JT、B 以外の攻撃による被害を一切受けません。また、老化などの兆候も観察されていません。SCP-285JT、B はメスのコモドオオトカゲと同様の見た目を有した生物です。対象は常に興奮状態であり攻撃的です。挙動や食性には何ら異常性は見られませんでしたが、非常に高い高度を持つ鱗を有しています。現在まで損傷を与える試みは全て失敗しています。また、口内に腐敗菌は確認されず、毒性は見られませんでした。SCP-285JT、A の攻撃を受けた場合は通常の生物と同様の損傷を受けます。SCP-285JT、A と同様に老化などの兆候は現在、確認されていません。SCP-285JT、A、B は双方との距離が拡大した際に異常性が発現し、その距離に応じて急激に形状を攻撃的かつ巨大な実体に変化させます。また、それに応じて双方の知能も向上します。距離、対象、5メートル。SCP-285JT、A、筋力量の増加と知能の向上が見られる。全長も増加する。SCP-285JT、B、全長は尻尾の長さも含みます。全長が増加し、前足と後ろ足の骨格が変化し始める。距離、対象、20メートル。SCP-285JT、A、全長20メートルに増加する。背骨部分に突起物が発生し始める。SCP-285JT、B、全長は尻尾の長さも含みます。全長10メートルに増加する。全身の骨格が長時間の二足歩行可能な形状に変わる。前足の骨格も人間の腕のように変化する。距離、対象、100メートル。SCP-285JT、A、全長50メートルに増加する。剣士が肥大化する。前足が筋肉量の多い人間の腕のような形状に変化し二足歩行が可能になる。分泌する唾液が強酸性を示し始める。SCP-285JT、B、全長は尻尾の長さも含みます。全長55メートルに増加する。巨大なクレストが発生し、後部の牙が大型化する。全身の筋肉量が増加する。距離、対象、500メートル。SCP-285JT、
A、全長94メートル。両肩部分に同様の頭部が発生する。尻尾が巨大化しかつ広角に覆われ、先端に鍵爪状の突起物が形成される。背中部分から2本ずつ触手が生え、先端から大量の溶解液を噴出する。SCP-285JP-B 全長は尻尾の長さも含みます。全長395メートル。後部から可燃性の液体を放出し火炎放射が可能になる。右目、左目がそれぞれ5つに増加する。尻尾の全長に対する割合が約3倍に増える。それに伴い先端部分が両刃の刃物状に変異する。距離、対象、1000メートル。SCP-285JP-A、全長200メートル。全身の毛が抜け、強酸性の性質が示される粘液質なものに覆われ始める。すべての頭部の眉間に一角の角が生じる。それぞれの後部から2本の先端が棘状になった付属歯が発生する。SCP-285JP-B 全長は尻尾の長さも含みます。全長1550メートル。全身が強固な鱗に覆われ、背中に多数の巨大な棘が発現し始める。尻尾がさらに伸長する。炎の威力が大幅に向上し、温度はおよそ、万、度に上昇する。左右の前足の本数がそれぞれ5本ずつに増える。1000メートル以降の形態は観察されていません。また、これらの記録は収容時に発生した事故の際に観察されたものと、20メートル前後の実験記録に基づくものです。今後、SCP-285JP-A、B の距離実験は禁止されます。SCP-285JP-A、B は、もう一方の対象を認識するとそれに対して威嚇または攻撃などを試みる傾向があります。SCP-285JP-A、B の戦闘が行われた場合、それぞれの対象は非異常性を有する生物と同様に負傷しますが、致命的であると思われる状態であろうとも生存し続けます。これらの外傷は双方の距離が広がった際の変異に生じる自己修復能力の向上により回復します。また、双方は熱、冷気といった影響も無効化しており、完全に活動を停止させる試みは成功していません。ほい。SCP-285JP-A、B は1900年月日の北極圏内の流氷の上で発見されました。当時、SCP-285JP-A、B は互いに噛む、引っかくなどの攻撃を言っており、それらの異常性の確認のため回収されました。しかし、SCP-285JP-A、B をそれぞれサイト、6、とサイト、1、に収容しようとした際、双方の変異が発生、約、めいの死傷者を出す事件に発展しました。その後、SCP-285JP-A、B が戦闘を再開したため事態は収束し、現在の収容方法が確立されました。追記、現在、変異により知能の向上した SCP-285JP-A、および SCP-285JP-B へのインタビューは禁止されています。これらの申請はいかなる理由であろうとも承認されません。セキュリティクリアランスを承認中です。承認しました。対象、SCP-285JP-A。インタビュアー、G、博士。付記、インタビューは SCP-285JP-A を本来の収容室から6メートル圏内の場所に位置する区画に移動し行われました。録音開始。G、博士、はじめまして。SCP-285JP-A、私は G、というものです。
SCP-285JP。ええ、どうも。G、博士、早速ですが、あなたに2、3尋ねたいことがあります。よろしいでしょうか？ SCP-285JP。ええ、30秒の沈黙。どうぞ、何々とお答えしよう。私は一向に構わない。G、博士、ありがとうございます。では、最初に、資料をめくる。あなたの出生について教えていただけますか？ SCP-285JP。ええ、私の生まれか、私は、で生まれた、親は、と、その後、の下で仕え、任期を全うし今に至る。G、博士、書類に書き留める。わかりました。6秒の沈黙。という場所ですが、聞いたことのない地名ですね。ここは一体どこにあるんですか？ SCP-285JP。ええ、お北に、キロ行ったところにあるはずだ。正確な位置まではわからなくて申し訳ないが。G、博士、いえ、問題ありません。あなたの年齢は？ SCP-285JP。ええ、年だ。G、博士、3秒の沈黙。では、次に、あなたと SCP-285JP。B との関係について教えてください。SCP-285JP。A、あの女のことか。5秒の沈黙。ため息。古い友人だよ。かれこれ何年になるか。G、博士、古い友人ですか。書類に書き込む。失礼なことを聞くかもしれませんが、あなたとそのご友人は大変仲が悪いように見えるのですが。SCP-285JP。A、仲が悪いというわけではないさ。まあ、時々尺に触ることはあるがね。あの女はいつもそうだ。G、博士、では、なぜいつもお互いを傷つけ合ったりしているんですか？ SCP-285JP。A、傷つける。どういうことだ？ G、博士、つまり、5秒の沈黙。噛みついたり、引っかいたり、何と言いますか。まるで喧嘩をしているような。SCP-285JP。A、ああ、そのことか。何？あんなものただの遊びだよ。ゲームだ。老人の暇つぶしみたいなものだ。G、博士、ゲーム。SCP-285JP。A、そう、ゲームだ。力比べと言った方がいいかな。まあ、少しルールを付け加えてはいるが。G、博士、ルールですか。SCP-285JP。A、ああ、あの女。最初は渋っていたがなんとか賛同したよ。あの気性の荒さ。君らも知っているだろ。あいつはそういうやつだ。何でもすぐに片付けたがる。そして、それに加え卑怯ときた。逆にルールなんてなかったらあいつはやりたい放題のことをやるさ。私もそれで何度も苦しめられてきた。だが、今度はそうはいかん。なんせ、このルールを破った方が負けてしまうんだからな。G、博士、その、ルールというのは？ SCP-285JP。A、何？簡単だ。お互いに手を抜こうと言ったんだ。G、博士、手を抜く？それは？ SCP-285JP。A、だってつまらないだろ。最初から自分の持ち札を広げて勝負するなんて、たまには全部捨てて、裸で張り合わないと。G、博士、7秒の沈黙。なるほど、わかりました。じゃあ、あの戦いは一種の余興。という解釈でよろしいのですね。SCP-285JP。A、ああ、構わない。だが、今はちょっと違うかな。G、博士、5秒の沈黙。違う。というのは一体どういう意味でしょう。SCP-285JP。A、なんせ、私たちは今このような状況に陥っている。もはや、力比べなどできるわけがない。だから、
私はあの女に持ちかけたんだ。G、博士、何を？ SCP-285JP、A、力比べはやめだ。今度は我慢比べにしようってな。G、博士、我慢、沈黙。SCP-285JP、A、そしたらあいつ、どんな顔をしたと思う？今までに見たこともないぐらい悔しそうな面をしていたよ。笑う。G、博士、書類を整理し始める。SCP-285JP、A、私は待つさ。気は長い方なんだ。だが、あの女の性格上、いつまで持つかな。いや、きっと持たない。含み笑い。今回こそ、私が勝つんだ。絶対にな。録音終了。今後、SCP-285JP、A、B へのインタビューは禁止されます。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。